はい、10月15日朝4時49分の相場解説になります。昨日の夜ね、送った相場解説とちょっと違って、レンジに入るところがもう早速ね、ブレイクしてダウンして、セルの方に随分動いてきましたね。まあこれも全体の流れが売りであるってことと、レンジってのはどこかでブレイクして下がっていくとかね、上がっていく、こういう風な形があることを、もう今までの放送でね、散々パラお話してきましたんで、納得できないところではないと思うんですけども、まあそれでもね、レンジってのはしばらく続くんじゃないかなと私も思ってましたんで、まあね、一晩も持たなかったこのブレイクってのは、まあレンジに入るまでもなかったのかなってことです。やっぱりね、売りの勢いが強かったのだろうなというふうに、まあ総括しております。じゃあ画面を切り替えて、その辺をね、分析していきましょう。で、これからもね、セルの方に向かうと思いますんで、週足に合わせてトレードしていけばいいんじゃないかなと思います。じゃあ画面切り替えます。はい、これがね、デイリーなんですけども、もう毎回毎回お話してますけども、流れはもう分かりましたよね。三角形はもうやりませんけども、全体的に下の方に流れていってるでしょ。これはもうね、否定のしようがないですよね。これ右肩上がりには絶対見えないですよね。横ばいにも見えないでしょ。ですんで、これ右肩下がりなんですよ。それはもうどうしようもない事実だと思います。で、こっから、すいません。こっから跳ねて、ここに下がっていくと。これからも下の方に行く見込みだよってことですよね。要するに、この幅がね、これですから、ね、幅が。で、これがまだ、その幅の上の方にあるでしょ。まだまだ下がる余地があるってことなんですよ。じゃあ、時間切り替えて4時間ですね。4時間ちょっとわかりやすいですよ。ね、4時間はこれ N ができてるんですよ、完全に。N ができましたよね。もうお分かりですよね、これね。移動平均線も完全に下の方に開いていってます。うん、でもこれがヘッド&ショルダーでないのは、ヘッド&ショルダーってのはこういう風にヘッド&ショルダーが見えるわけですよ。ただこれがね、高値圏でも何でもないですから、これは。うん。まあ、こっから考えれば高値圏ですけども、これ V の字で、こういう風に下がってきてるわけでしょ。で、ブレイクして、もう覚えてますかね、ブレイクして上に行ってるわけなんですよ、これが。だから、ちょっと違いますね。トレンドの方向に戻っただけですからね。理解できますかね、これ。これ分かんないと、ちょっと基礎固めた方がいいと思いますよ。今、FX の基礎講座もやってますんで、これ、別に今日参加されてもいいですからね。今日からカリキュラムが毎日送られますから。で、これが1時間足です。1時間足で私が考えたのは、この2点天井ね、まず。ここの2点と、で、小さなこの2点底ね。で、これを結ぶと、ここが下のゾーン。ここが上のゾーン。しかもこの上のゾーンってのは前から来てましたからね、こっちから影響してるわけなんですよ。まあ、ですんで、このレンジで推移するのかと思ったら、もう早速、昨日寝てる間にね、ここブレイクしたわけですよ。で、セルの方向、トレンドの方向に向かっていったということで、ここでも小さな N ができてますよね。まあですんで、今日10月15日でしょ。これエントリーはセルの方にかければ、まあおおむね負けは、まあ、負けの可能性は低いんじゃないかなと思いますんで、私もセルの方でね、勝負しようと思います。まあ10月はね、行くところがないなと思ったんですけども、案外早い段階で出てきましたね。うん。まあこれ、私がね、夜通しトレーダーだったら取れてますね。このブレイクで入ってると思いますんで。はい、では今日はいかがだったでしょうか。まあ、とにかくね、セルに行けば問題ないというのがここ1週間ぐらいの見解です。ずっと上がっていって、それから横ばいになって、でセルの流れ、下がっていった流れができてますよね。で、停滞してゾーンに入るかなと思った、レンジに入るかなと思ったんですけども、一晩も持たずに数時間でブレイクしてセルの方に行ったのが10月15日の、まあ、朝4時ぐらいかなというところですよね。まあ、ですので10月15日の1日っていうのを見てみましても、これからは陰線が多く出るんではないかなっていうのが私のテクニカル予想です。それでは本日は以上です。ありがとうございました。